大崎のゴルダ浜から上がってきたところです。降りてくるときはこっちの釣り人コース、左側の釣り人コースから降りてきましたけど、今度はこっちのルアーマンコース、こっちの方が実はショートカットできますんで、こっち登ってみます。まあ、この辺下ちょっと崖になってるんで気をつけてください。ちょっとこの辺の登りがちょっとしんどいですね。もう普通にバッカン持ってくるとかっていうことは、まあよっぽどの体力持ってる人じゃないと無理です。このロープを使って上上がっていきます。でこっちのロープに中継して上がっていきます。これ完全に山登りね、そういう子じゃないとちょっと来れないところです。はい、でここで合流です。角度これぐらいの角度ですね。急斜面上がってショートカットをするか、ゆっくり遠回りしながら歩いてくるか、どちらが好きな方を選んでください。